迷惑とは、わしらが去る時に夢が終わってしまうことか。あった、それと熱が出てしまうこともそうじゃったか。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う。他の者の力に頼って努力をおろそかにするなぞ、痛い目を見て当然じゃ。むしろわしは人間のために貢献しておると思うぞ。そうじゃろ、ミコ。わらわもそう思う。わかったよ。おいらもなんだかそんな気がしてきたし。じゃからおちびちゃん、そう怖がらずとも大丈夫じゃ。ミコは普段ふざけておるが、法力では一二を争うあやかしじゃしな。法力だけではない、裏臭い。何時の書いた神聖探偵筆記よりもわらわの新作の方が人気がある。ふん、そういうことじゃったか。面倒なことを一番嫌うお前がこの画室に来てわざわざわしを呼び出したからには、きっと何か思惑があると思っておったわい。以前みんなで百物語をした時もいつもわしに盾ついておったしな。まあよい、わしの負けじゃ。これでよいか。何百年もの時を経て、ようやっと何時からその言葉を聞けて、わらわは満足じゃ。いつも人の肩に乗っ取るのが好きだった小娘が、この数百年で立派になりよって。裏臭い。何時に残された時間は、あとどのくらいじゃ？そう長くはない。みんな同じじゃ。わしらは来た場所へと帰らねばならん。じゃが満足しながらも、みんな思わず口にしてしまう。もう一度、百鬼夜行をやりたいと。ふふ、裏臭い。そのことなら安心せ。わらわがすでに手を打っておる。わらわの鈴の音が響く頃、それは無月の夜が降臨するとき。おっはっ、そいつはいい、素晴らしいぞ、あっぱれじゃ。ミコ、その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。昔話もここまでじゃ。わしは帰るぞ。うむ、行くがよい。ミコよ、一つ聞くが、今日まで元気に過ごしておったか。当然じゃ。それはもう日々を楽しく過ごしておる。特に近年、世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない、おせっかいな二人の異教人とも出会えた。それにあの頑固な A もようやく少し融通が効くようになったしの。ほっほー、そいつはいい、素晴らしいわい。裏臭い、何時もきっとこの時代を気に入るじゃろう。何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃ。わらわが直々に原稿を催促するほどのな。あ、消えた。目は覚めたか？大丈夫だよな？意識ははっきりしておるか？さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりも先に答えるとは、どうやら頭に支障はなさそうじゃな。どうじゃった？初めて憑依された感覚は。そうかそうか、
どうやら何時に事の一部始終を説明する必要はなさそうじゃ。裏くさいに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。じゃから、あやつらがやりたいと思ったことは、わらわが代わりに叶えてやらねばならぬ。そうじゃ、あやつらは血脈を流れる記憶の一部に過ぎぬが、それでもきっと、壮観なものになるはずじゃろ。ここまで付き合ったんじゃ、もちろん最後の儀式も手伝ってくれるじゃろ。おいおい、まだオイラたちをこき使うのかよ。はっ、さっき裏くさいと一緒になってオイラをからかったし、もう手伝わないじゃ。まあまあ、乗りかかった船じゃろ、最後まで手伝ってくれぬか。それに何時らの原稿料はまだわらわの手元にあるんじゃぞ。原稿料、こんなはずじゃ、完全に泥船に乗った気分だぜ。